リールカフェ湖の湖面と面が洒落てますね。景色もいいですね。じゃあ総括お願いします。いや本格的でびっくりしました。びっくりした。こだわってた。ここは休館でお土産物屋を利用するときは店員に声かけてとか言ってるレベルで、もう傾いたらやばいところだなっていうのそれを感じたけど、テディベア博物館は休館状態です、どういう経緯でやったのか分かんないけど ね。でもあれは若いし、明らかに若夫婦やってるでしょ、だからここの経営者の息子とかが帰ってきてやってるのかなっていう、なんかそういう邪推ができる、いやでもラーメンもピザも美味しかったですね。こだわりすぎだね、そうだりとか、そう、サノリスペクトとか、四つ葉とか、飯田商店系の流れも超感じたし、当然食ったのつけ麺、つけそば、つけそば、あれ、だしが張ってあるやつね、超チーズたっぷりの地鶏醤油、もうつけられるって器がすごかったね。あのこういう形状、おしゃれでしたね。あれ意味があるのかなって、丼は意味があるんだ、あの有田焼き。でもあれ全部佐野プロデューサーの有田焼きはね、どこで買えるんだろうね。まあ買えるんだろう、かなりで買えるんだろうけど、めちゃめちゃあるし、でもなんだろうね、なんですか、なんですか、チャレンジのスピードはすごいんで、もうよくこんなメニューできるなっていうぐらいいろいろ手出してて、そのほうとうっぽいさ、味噌とかすげえなと思ったけど、しかしね、なんかね、キレがないんだよね、全体的にね、キレ、醤油のキレ、今までだから四つ葉とか、飯田商店とかと何が違うかって言ったら、素材が全部一緒だとして、醤油の種類をいっぱい使ったとかさ、超こだわったとして一番あれ、こんな食感か、あれキレなんだよね、スープだったらキレだし、麺だったら食感、四つ葉だとすげえもっとシコシコ感があるとかさ、麺にバランスが合ってないってこと？いや、なんかマッチしないんだよね。あ、そう。つけ麺にしても。うまいけど。だから細麺じゃなくてさ、角切りのさ、なんていうの？細麺だったんで、四角い切り断面のさ、だけじゃなくて、普通の丸麺でもいいんじゃねえかなとかさ、もっと麺についてはもっとこだわってもいいかなってすごい気がした。どんな麺だったらよかったですか？なんてもっと受けやすいか、吸いやすい、表面にぬめりがあんまり出ない系の、持ち上げやすいスープを、そっち系の方が良かったかなっていう気がする。あ、縮れてましたっけ？あ、縮れあんまない、ストレートに近い、その四角いなんか潔い感じの麺。でもあれにするんだったらもっと四つ葉とか言うて、そばもうすげえ鶏南蛮にしたくなっちゃうけど、そばにしたらいいんじゃねえなと思って。そばっぽいさ、シコシコしたやつ。そっか、あそこも本当そば食ってる感じでしたもんね、ラーメンじゃないような、でも結局あの地鶏でベースであれでやるんだったら結局そうなるんだよ、どうしても、それは避けられないし、それを狙ってる、だからすげえ勉強して本格派に近いんだよね、やってるそのトッピングにしても、みんな同じですよ、三つ葉とかさ、焦がしネギとかちょっとオリジナルで入れてんだけど、こだわりは超すごいな。で、柚子胡椒もあったしね。こだわりすぎだけど、本当になんていうの、完全に斬新なことにはやっぱり踏み込まないんだよね。その柑橘系で、ブッシュ缶とか、あれとか使ったりとか、そこまで外したら危ないよとかさ、そこはやんない方がいいんじゃないかって、そこまではいかないんだよ。あれもだから、味噌豆乳にしてもさ、ほうとうがベースにあるじゃん。裏切らないようにまとめてる。そっか、そういうところをね、ちょっとね、池さん、だけど、こだわりのレベルが高すぎます、はっきり言えば。あ、でも、いいんだよね、高くて、だけど、普通に観光地のあれじゃないし、観光地のラーメン屋じゃないし、もうここまでこだわると。
あの別に来た人にラーメンありますよってあれレベルじゃないでしょ、こだわり方がさ。うんうん、そうだね。観光地にあるラーメン屋は本当中華料理屋っぽいね、美味しいね。それでとりあえずラーメン出すときはいいってあれじゃないんで、もうバカみたいに尖っててびっくりしたんだけど。じゃあ、うん、星いくつですか？2つ星です。あー2つ。初め 2.、 俺も 2.25 かなと思ったけど、2つかここで。食って感じに、うん、まとめすぎてるの、うん、結局本格派すぎ、本格派でまとめようっていう、うん、俺はどうしてもない新種の気象っていうかさ、踏み込んだ、うん、チャレンジングのあれが欲しいんだやっぱりさ、うん、そっか、ここなら高評価出ると思ったのに、うん、いやこう十分高いっすよ。十分高い、ありえないっすよ、うん、全然想像変わるかなと思ってましたけど、うん、ついたな。ビールカフェスタッフまで行ってちょうだい。なんだよこの省エネっぷりというか人件費の削り方。かわいい。男のもんだったんですよ、うん、ボロモグできたんだけど厳しいな。開館時間のところがガムテープあったんですよ。どんなにあれしても変わらないな。鏡のような湖面が綺麗ですね、うん、すごいね、水がこんだけあって、ね、隕石の落ちた後に君の名は、君の名はラーメンカフェ、あれじゃねえだろうな。ベビービアミュージアムはあそこに3000円とか売っておいてね。富士山ですよ。あの雲がすごい。こっちですわ。レイクサイドヌードルキッチン、ビールカフェ、ラーメン。いや、まさか閉まってるとは思わなかったですね。おぉ、ダメだって。これ調子に乗った人の、お前待ってろでしょ、明らかに。どう見ても調子に乗った人の待ってろ。あー、日吉さん引かれねえかな、車に。俺の説教の意味だ。俺のせいじゃないからね。勝手に休むアイレが悪いんだよ。勝手に休むテディベアが悪いんだよ。見向けなかった、お前責任でしょ。管理者としても最低だよ。うるさいな。ちょっと謙虚に頑張ってるやつが調子に乗っちゃうやつが見えてない。じゃあね。じゃあね。